とにかく中野はあかん。お帰りなさいませご主人様。ヘビと同じ NEME です。これ中野やないかい。これ中野来ましたよ。あかんってたかし、中野だけは。そうなんですか。もう帰ります。ダメですよ。あかんの。はい、実は中野にはですね、ポツンと一見ヘルシーがあるらしいんで。バカないって。あるらしいんですよ。それが今日はそこに潜入していてもらいます。後で喋るけども、中野に俺は来ちゃいけない理由が120個あんねん。そんなにあるんですか。まあ一応じゃあ向かうか。行きましょう。やっぱ帰るわ。ダメですよ。高橋日和やでこれ。おお、今日は日和ですね。いやもうね、まあ、ランチタイムでみんながパーマン邪魔やなっていう目で見られてますと。いや本当に皆さんで思い出したんですが、パーマン2号はツイッターやってますと、よろしかったらですね、何の役にも立たない情報とか、いろんなことがこんなことになったりする情報が流れたりしますので、よろしかったらチェックしてください。あとチャンネル登録、面白かったら、笑ってしまったら皆さんチャンネル登録をですね、これぐらいをしてください。いやどれぐらいやねん。ポツンとヘルシーいくら。今日のお店がですね、40分9900円らしいです。プラス外税って感じですかね。なんも言えねえ。いや北島康介や。とにかく中野はあかん。その理由は、後で言います。気になるんですね。いやなんかあるんですね。俺はもうこの町と密接すぎるの、非常に危険だから。なるほど、知り合いがいる可能性が高い、ね、あれあいつちゃうみたいな、はい、だから一応俺ってわからない顔でいきます。バレてるバレるかこれじゃ。着いたかな。お、着いたんすね。ほな行ってくるわ。行ってらっしゃい。大丈夫ですか。大丈夫だけ。大丈夫。いやーどうでした。お帰りなさいませご主人様。何も言えねえ。いやいやなんか言えよ。まあ今回のお店は中野に唯一のポツンとヘルシーということで、視聴者の皆さんすいません、俺は実は嘘をついてました。あ、なんすか。この店のことを20年前から知ってんの。そんな前からやってる店なんですね。あんまり言いたないねんけど、俺が某運送会社をやってた時、はい、昔働いてたって言ってましたね。俺の担当エリアがこの町や。そうなんですね。あ、じゃあここら辺行き来してたんですね。毎日ここ走ってたの。どの路地から野良猫が出てくるとか全部してます。でその時からここに風あるなと知っててんけど、かたくなにその門を閉ざしてきた。そうなんですね。やっぱり知ってる人がめちゃくちゃいる街のど真ん中の、しかも職場やから。確かにそこでね、フラッと入っていくのむずい。目の前の声優からも知り合い出てくるから。だから俺は行くつもりも一生なかった。ああなるほどっすね。それを今日実は初めて行ってしまったと。高橋のせいで。まあ受付があって、とにかくねお堅い。ルール説明を何回もしてくる。もうええってっていうぐらい。俺と対面するまでに、こちらの禁止事項お客様はもう一度最後に確認お願いしますって俺3回ぐらい言われた。そんな言われるんですね。いやもう丁寧なのよ。丁寧だけどお堅い。いらっしゃいませー。ボーイさん系が3人いました。お客さんご紹介されてますかみたいな感じでフリーですと。ただなんとやっぱり高志が言ってたように9900円プラス税で1万800円。おおなるほどっすね。40分なんで外税やねんと思いながら、後々見たら土日祝は1000円アップと。ああそうなんですね。これが今流行りのダイナミックプライシング。あ、すいません、今奥義じゃないです。なんか奥義みたいに言いましたけど、これダイナミックプライシングっていうのは、ホテルとかね、飛行機とか時期によって値段変わりますよね。今流行りのやり方、あれがダイナミックプライシング、それの風版なんじゃないか的なね。まあでも土日祝で1000円アップの風っていうのは珍しいです。あ、確かにあんまり聞いたことないですね。でいよいよ「皆さんお待たせしました。女の子いらっしゃいますのでどうぞご経営奥さんへどうぞ」ってかわいい。おおかわいかったんですね。素朴かわいい。ちなみに誰に似てるとかありました？水曜日のカンパネラのボーカル。わちゃわちゃ顔っていうのかな、にぎやかな顔、なんかね素朴さがあって真っ白。人形より白い。人形にもよるが早いですね。ちょっと早い。目がね細めでさっぱりして金髪に近い茶髪のショートで、体型はむっちり約160。これねもう一個分かりやすいのがスキーのモーグルってあるじゃん、冬のオリンピックとか。モーグルの女子選手にいそうな顔ちょっと分かんないです、ね、あ、分からん、ごめんなさい、ね、分かりにくかった。金曜日のカンパネラでええがな。じゃあなんていうの、明るい顔。ああ、なるほど。明るく、そして若い。若いですね。見た目も相当若かったんけど実際めちゃめちゃ若かった。いくつぐらいだったんですか？がっつり20代前半バリバリです。おお、いいっすね。だから25とかよりもっともっと若い。そうなんですね。ああ、こんにちは、どうも。いや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 、もう冬やね、プーとか言ったら関西の人ですかって、なんでわかんねえいや、その言い方でわかりますって関西なみたいな。実は情も関西だった。そうなんですね。これ言ってええんかな。滋賀です。おお、言ってええかな。ただでもね、プロフィール後で一瞬見たらプロフィールには大阪って書いてました。ああ、なるほど。ええがな。すぐ名古屋って書くとか、ね、すぐ神戸って書くとか、横浜って書く、一緒です。ということで、もう和気あいあいとしながら部屋をよく見渡しました。非常に変わったレイアウト。そうなんですね。びっくりした。なんやこのレイアウトみたいな。普通は四角い長方形のリング、ワーシャー、もちろんワーシャーには壁ありますよね。ヘルシーだったら UVNE いらないじゃん、泡じゃないから、はい、なのになぜか UVNE がついてます。そしてワーシャーついてます。それが陸自体や。そうなんですね。まさにほんまこんな段差、繋がってるんですね。ここワーシャーなんです。でもこの辺に長方形のリングある。いや、めっちゃシャワーはじくやんみたいな水飛ぶやんっていう状況。変わった作りやなみたいな。そしてこのお店はちょっとメイドさんをインスパイアしてるお店。おお、なるほどですね。コンセプトね。だから「お帰りなさいませご主人様」って言ってくれるのかと思いきや、何回思い出しても言ってくれなかった。そうなんですね。そこ一回言ってやと。でも服装とかに関してはバリバリのメイディー O です。おお、やっぱそこそうなんですね。メイジェイじゃないですよ。お互いまずアパレル製品の取り合い。最初はちゃんと丁寧に全部俺のアパレル製品を取ってくれて、気が付いたら2人は生まれたての姿になるんだけれども、ちゃんとメイディオの洋服を着たジョーの方も俺にリボン取ってもらえますか、リボン取ってもらえますか、リボン何個あんねんリボンがいっぱいある。リボンだらけやった。ここにもあって、ここにもあって、ここにもあるみたいな。ああ、なるほど。さすがメイディオ。そういう作りなんです。メイディオといえばリボンですと。確かに。でもそれはちょっと外したことないんで新鮮かもしれないですね。もうね、紐いっぱいあるなと思いながら、まあ嫌な気はしないよね。その後もラージャブの方、あ、じゃあこれも取ってくださいって言うから、俺はホックハンダッ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 、こんな方ないけどまあ外して、そしてパン 1+1、 これの方もじゃあこっちも取ってもらおうかなって言われたので、俺はパン 1+1 をハンダッ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 、こんぐらいと外して、さあ目の前の UVNE ゾーンに行くんですが、さっき説明したように特殊な陸伝いワーシャーだから水圧めっちゃ緩やか。ああ、なるほどっすね。床に飛ぶからそれを防ごうというので、めっちゃそろそろ流されて、そしてちょろちょろってなんか軽めのウォッシングされ、吹かれての目の前の長方形のリングにエン。おお、なるほどっすね。カンパネラちゃんがなんかさっぱりしてんねんな。洗いもだいぶ緩いなと思ってんけど、洗いが緩くてバラ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 って来られたらよしって思うけど、洗いが緩いのに比例するぐらいゆっくりのブレッぐらい。ああ、なるほど。もう比例するんやみたいな。なるほどですね。肌はピッチピチなのよ。肌質はいい。おお。そして俺がエスコーティングしたいなということで、ゆっくりとそべらせての上から、まず CHU WAK や WB も非常ベルバカだよ。むちゃくちゃ豪快にいった。そして下にスルスルと目をやると、そこには淀川と琵琶湖の架け橋をつなぐ重要な旬のマロンと目があった。おー、なるほどっすね。これは一大プロジェクトだからなるほど。そしてここでお待たせしました、ダ・ペンタ・ダ・ガンツ。おー12秒で到達。お早いですね。そのまま立て続けに8秒8秒8秒後に到達祭りで計12回春のパン祭りバカだれをいいですね、楽しそうですねここまで和気あいあいとしてますよ。まあなんせ今回もこの店舗で最も短い40分コースだから時間もそんなにあるわけでもないと。そしてこんな到達しまくるなんてみたいにジョーももうヘトヘトなってきて、でもこのジョーがいいなと思ったのはジョーの WAKI と A ですね、これにそろっと試した結果こちらのジョーはお気に召してたと。結構抵抗がある方々の方が世の中多いんだけれども、こちらのヤングカンパネラは堪能してらっしゃったバイク内長やばがたるすいません宮内庁の方、まあ、見てないかな。でも十二分に到達していただいたということで攻守交代です。俺にも豪快に来てくれるのかなと思いきやヘビと同じ NEME です。ちょっと軽めなんですね、手抜きのほうきみたいなそしてねこの部屋レイアウトが特殊だと言ったんですが、なんとライティングもちょっとおもろくてむちゃくちゃ明るい。そうなんですね。でいやこれライトどこで絞んのと、これライトこのままじゃないとダメらしいんですみたいな。そうなんですね。軽いな。暗すぎるとこは聞いたことあるんですけどそんな明るいとこあるんですね。暗すぎるはまあいいじゃない、明るすぎるってなかなか厳しいなあまあまあよく見えていいですけど、まあムードはどうなんかって言われたらそうやあるあるのね、ライティングのところにバスタオ RU をかけたらちょうど薄暗くなるんじゃないみたいに、それは OK なのって言ったらタオルもかけちゃダメらしいんですああなるほどですねきちーさすが中野やなと。なるほどですね。中野はね全て厳しいから自転車を撤去する数日本一やからそうなんですか多分だからそれもまあ含めて厳しい。そしてジョーはカルエ NA ME という物足らんなみたいなWAKI とか俺の ANAME も全てなしと。ああそこも無理だったんですね。だっきちーと思うんです。いや潔癖なんとか思いながら、ああなるほど、潔癖で封できるかがそもそも問題やがな確かに。いやでも封業界の中で潔癖なのかなとかも思いながらも、まあでもね俺はド SKBO ということはその中でその時間できる範囲内で遊ぶということで俺は素早く6級になり俺の F こういったうまい。おーうまいですね。 F はうまい、やっぱボーカリストだからかなバカだ本人ではないですよね。本人じゃないでもよくよく聞いてみると実は東京に上京する前関西でも風で腕を磨いてた。あそうなんですね。そしてジョーはまだいろいろな意味で初々しいから ANME とかもこれから大人になっていけばいろいろ学んでいくと思うし、まだめちゃくちゃ若いしね。確かにまあ20代前半ですもんね。もうゴリゴリの前半です。ゴリ前ですいや分からんがなゴリ前オスマ TA もうまいんじゃないかなと。なんか俺もなんかこれ以上の濃厚な内容が期待値がもうあまりなかったからもうあとはそれでいいかなということで、もう一回まあ思いっきり逆ペンタゴンということで下からいったんですね。これ阪神タイガースのロゴじゃないですよこれまあ優勝記念ということで逆ペンでももうどん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 到達して、おーなるほど、満を持してロゴータいっちゃうねーとウィーンってソフトクリームのように俺の3号はその時パッて見たら運転より硬くなってるダーン燃えるゴミの日の曜日変わりました変わってはないと思います。それでいよいよオスマ TA にもうたっぷりのローウォーターを垂らしきったので俺の運転もねバーバパパみたいになってたいやこれ分からんがなバーバパパも古いからここでうんと思ったけどオスマ TA うまい。そうなんですね。うまい、ちょうどいいところをあてがってくる。おおなるほど、ピンポイントで俺はそこでもうわがま MA ド SKBO ですと、なんかこのまんまパワッチングするともっといないみたいなわけわからんちょっとあってマウスパワッチは OK なのと。おおなるほど、 ANAME はなかったけどマウスパワッチは OK とええよと。いうことなんで、じゃあそっちで俺はパワッチングしたいなということで、そうロデオガールのようにどんどん動いて高まってきた。そうだ、もう一度淀川と琵琶湖を結びつけよう。ダパッチ、おーマッチさんっすねした。おーお疲れ様でした。すいませんね、今中野区で一番狭い道に立った。これで見事滋賀県と大阪の友好は保たれました。このお店の目の前にはオタクの聖地とも呼ばれてる中野ブロードウェイが、中野ブロードウェイから目の前ぐらいに位置してますので、俺ジョーに聞いた、ブロードウェイから流れてくるようなオタ系のお客さんとかが多いんじゃないのと。しかもメイドやしって言ったらそんなことないと。ああそうなんですね、意外と。オタ系はむしろそんなにけえへんと。結構広めの待合室で10分ぐらい待っててんけども、その時にもう一人待合室に客がいたのよ。めちゃめちゃイケメンだった。ああそうなんですね。かっこいいマフラーの巻き方してて。まあ中野はまあおしゃれな人もいそうですもんね。いや多いんやなやっぱな。まあだから俺の先入観とかイメージと客層は違ったという。ちなみにそれあれなんですかね、シャワー後にメイドまた来てほしいって言ったら来てくれるんですかね。だから一応最初にアンケートがあって、なんて呼ばれたいですか、ご主人様、お兄様とか選べるんですね。選べんのよ。で俺はせっかくだからとご主人様に丸したと。そうなんですね。なのに一回も呼ばれない。一回も呼ばんのかい。せっかくなんで呼んでほしかったですね。一回呼んでほしいやん。いや分からない、呼んでたのかもな最初とか。俺はやっぱり「お帰りなさいませご主人様」ってやっぱね一回は言われたい。そうですね、ちょっと言われてみたかったですかね。一応そういうアンケートがあって、それに答えようっていう店舗側の努力は伺えたよね。いやーバーマンさん総括お願いします。いろいろな意味で何事もなかったと。いやー今回のポツンともいろいろありましたね。いや無事だったといえば、はい、そうですと。ただやっぱポツンとっていうのは泡にしろヘルシーにしろ長年その地に構えてらっしゃる。それは何なのかというと、地元いや方々から愛されてるから、ここのポツンとヘルシーに関しても20年以上やってるってこと。ああなるほどっすね。やっぱそこも俺はあのヘルシーだけには行くまいと思ったけども、今日ついに重い腰を上げてまあ行った結果、トリッキーな状況が好きな人は面白いかもしれない。ワーシャーの壁がないとか、はい、めちゃくちゃ明るいまんまとかっていうのは特殊やもんな、はい、だからそういう人たちには受けてるっていうことなんやろな。ああなるほどですね。俺はまだまだこのポツンとヘルシーのビギナーだから1回で魅力を感じきれなかった。それはただの俺の未熟さですということで、何か奇跡が重なってもう一度あのポツンとヘルシーに行く時には「お帰りなさいませご主人様」って2回言ってもらいます。